コロナ禍の実践を踏まえた次の一歩への整理を進めるために七夕の夜空の衛星伊藤健二 KK2 山岳館連携首席研究員参考学園理事長特別補佐戦略担当2週間以上前週土曜日を上回るコロナ感染状況ですがコロナ禍でのさまざまな工夫は企業学校等でさまざま実践されていることと思います。 ゴールデンウィーク以降一気に動き出している今少し整理をしておければと思います経済産業省ではリモートワークを円滑化するための業務のデジタル化の推進などを含めた人材版伊藤レポート 2.0pdf を5月にまとめています厚生労働省では dx 等の社会の急速な変化への対応としてリスキルを推進することを目的として働く人が 社外の講座などで学び直しができるよう企業に環境整備を促すガイドライン PDF を初めて6月に策定しています文部科学省では新型コロナウイルス感染拡大を契機とした遠隔教育の普及進展を踏まえた対応を行う必要がある等の指摘があり大学設置基準の変更 PDF としてコロナ禍の実践を踏まえた認定制度を構築するとし 先導的な教育の実施内容をを行うことと可能としています皆さんの企業、大学では、コロナ禍での実践を踏まえ、どのような今後の組織活動にしていきますか、こういった政府のガイドライン等も参考になる点もあるかもしれません。最近、街での人の移動も増えてきているように感じますが、グーグルが公開している移動人口では、2019年と比べた比率は数の通り。 2020年1月は5.6%増でしたが、2月以降5月にはマイナス42.0%となり、2020年平均ではマイナス17.8%でした。2021年平均ではマイナス16.3%と少々改善。2022年では1月から改善してきて、6月にはマイナス3.3%というところまで上昇してきています。こういった 移動人口がコロナ前に戻っていくところで、次の一歩をしっかり考え抜いておきたいものです。こういった各種企業、大学等、社会でのさまざまな実践が、地方創生エキスポ6、29から7、1等のさまざまな展示会で紹介され、対面で交流し、次なる一歩を模索されていました。次のののの一歩をを整理するにあたって目の前の業務現実のことだけを考えつつ 蒸気のような情報を収集することは、疲れてしまうこともあるかと思いますが、皆様はどう工夫されていますかメッセージフロム KK2 第740号の通り、自分を駆り立てる思い出、曲、映画、シーンを振り返っていただくこともいいかと思います。また、イーロン・マスク氏のスターリンクの衛星は、どこにあるか、ウェブ上でご覧になったことがありますか日本の上にもあるようです。 AVCC の新しい目的にある、自ら考え行動するデジタル人材に向けて、こういった思い出を振り返り、先進的な Web の探索をしてみつつ、自分自身の次の一歩の整理が進められればと思います。